もうちょっとかな。あんまり飲みすぎるとはみ出るだけだから。そうだね。それにしても少ないかな。で、はい。じゃあ、小林さんが。で、こっちが上だから、はい、1センチぐらい。1センチ？うん。そう。なんとなくね。もうでも、今、一瞬くっついてたね。うん。くっついてた。うわ。粘り。うん。よし。はい。で、どうしよう、これ、さ、一回作ってからさ、はめてさ、合わせた方がいかない。あ、かもね。うん。だから今日はここまでだな、両方ともな。そうだね。うん。この感じでね。難しい。で、縁側で、今日一日行きまーす。だってお留守番だね。今日はきっと帰ってこないよ。すごい。今日は雪がすごい。ね。そして。これが一日置いたもの。ちょっとね、セミダイの中に出ちゃってるのは卵焼き。こんな感じ。今日は寒いから、ここで24時間を過ごしましょう。しっかり作っておきに。で、こういう角は、とりあえずね、かっつり角にスクエアにして残しておこうかなと思って、もしぶつかって危なかったら、危なかったら考えておこうかなと思って、ここだけをちょっとね、こう触りが良くするようにして、こんな感じ。うん。で、こっちはこうなってるんですね。ここがね、この厚みが、このね、ところが、こういうものがあってもね、邪魔にならないように、ここがポイントね。両方につけてみた。こっちがガズさん側。そして、こういって、こっちが私側。こんな感じになりました。いいね。これで様子を見てみましょう。
でもって、この、残った、この人たちを、どうするかというと、ちょっとね、これを、使って、あるものを作ろうかなと思います。これがね、もともとはね、カーテンフックなんですよ。なんだけど、カーテンフックじゃない違う使い方をしようかなと思います。で、これを削ります。水性のウレタンです。こんな感じで、で、これを乾かす。なので、これをね、こうやってしたい。一応ついた、ほら。これがちょうどいい大きさ。あ、できた。完成。で、ここにこうつけたいのだが、これ超便利。できた。いいね。今使ってある方をここに入れて、こうやってね。で、これ予備をここに置くんです。イエーイ。本当はこれ横にしてもいいかなと思ったんだけど、落ちてくるかもしれないから、まあこれでもいいかなと思って。ここにさ、なんか、落ちてこないように、なんかつけようかなと思ったんだけど、まあこっちの方がシンプルでいいかなと思って。完成。